17日午後、ドイツで開催された K-POP コンサート K-POP フレックスを終え、K-POP グループが韓国インチョン空港に帰国した。14日から15日までドイツフランクフルトのドイチェバンクパークにて開催されたヨーロッパ史上最大の K-POP コンサート K-POP フレックスに NCT ドリーム、エクソ会、ママム、モンスター X、エンハイプンなどトップクラスの K-POP 歌手が10グループほど出演した。この日、エクソ会、イフ、AB6、ドリームキャッチャーの4グループのメンバーたちがドイツミュンヘンから飛行機に乗り、帰国の途に着いた。ドイツを出発し、午前9時に韓国へ到着予定だった飛行機は、午後2時に到着した。ミュンヘン現地にて、予定された時間に離陸を試みた飛行機はバッテリーの問題で、一度ゲートに戻った。整備士が直しているという機内放送と一緒に飛行機内で修理を待った後、再び飛行機は離陸を試みたが、もう一度同じ内容でゲートへ戻った。結局、2時間半の会議の末に飛行機を交換し、再び出発決定が下された。搭乗者たちは飛行機を交換し、搭乗した後、帰国することができた。インチョン空港に午前9時に到着予定だった飛行機は、5時間遅延した午後2時に着陸し、長時間の待機の末、帰国した K-POP アイドルたちは、自分たちと同じ時間だけ空港で待ってくれたファンたちに手を振って応えた。MBC ドラマ明日がは、BTS、防弾少年団メンバーの情報を使用していないとコメント。劇中に登場する死者リスト2位の本名と誕生日であるキムテヒョン、12月30日、ジャンクークの生年月日1997年9月1日と記載されており、ファンがメンバーを連想させるように故意に作成したのではないかと憤った。1歳息子の全身にタトゥー。米ファッションデザイナー、エスハムエキア・モリスさんに批判殺到。韓国でも話題に。モリスさんは息子が生後6ヶ月からボディアートをしていた。偽タトゥーと分かっても非難の声が相次ぐ。モリスさんはこれに反論、私たちが楽しむ生活方式、悪い母親ではない。エンハイプンの警護を担当した男性、ファンの女性に対する暴行疑惑を指摘される。16日、エンハイプンがインチョン国際空港到着時、集まってきた女性ファンを突き放す際に暴力的だったことを確認。各国のファンが過剰警護だと指摘。